隠した不安も勝利半々 1,2,3 レッツアップインスターホップステップジャンプゴールおはようからお休みまでの夢が僕らのホープ心のボール寝ても覚めてもディープドライバーよし、やるぞ。元気か？そうか。お願いします。じゃあで顔上げてたじゃん、うちら。あれをやりたいんですよ。だから、みんな、そう。飯だー！飯です。はーい。焼肉ハンバーグ。みんなの焼肉。米に合うものといえば肉。やばい。これぐらい3センチぐらい、1.5センチぐらい。種差し上げたんですか。そうね。なんか貼るとテープを貼るといいらしいね。恥ずかしい。めっちゃ笑ってるじゃないですか。え、目立つ？目立つよね。どう似合いますか？本当に、今日もありがとうございました。皆さんがいて、当日成功するライブだと思ってます。一番、15日は今までで一番のライブを私たちも見せれるように、頑張りますので、当日お力を貸してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもなんか見えましたね、ステージがめちゃめちゃ楽しかったので、本番がもっと楽しみになりました。まだいけそうですか。まだいけそうですもう一回しできる本当に。知るほど好きです。あ、いいね、いいでしょ、いいね、いい。これ全部で200万しますから。え、マジで。やばいやばいやばい。元取ります。元取ります。これも綺麗。びっくりした。 ID が出てる。ツイッターの ID が来るから。 LINE ID 書いてて。やだよ、なんでよ。リハーサルしてみて、ちょっと 100% 出しそうだったんで抑えつつ、やっぱり楽しいんで、やっぱりなんかオーイスト前回の時もなんか想像ができなくて、立って幕が開いた瞬間に緊張したんで、今全然緊張してなくて、楽しみの方が強いんですけど、多分幕が落ちたら私多分ド緊張して声震えてると思います。今気持ちよ、ドキドキする。
ばい、大丈夫ですかね。大丈夫だと思いますか。私ならいける。よし、今回最初の歌い出しが私なんですよ。それがちょっとプレッシャーなんですけど、頑張ります。みんな、私は緊張しているけど本番頑張るよ。頑張る。どうぞ。そうさんです。あともう20分ぐらい本番ですが、今のあ、これ腕時計じゃない。20分前か。いつもよりステージの構成がちょっと複雑なので、うん、それが今、バミリが頭にわーってめっちゃ向こうってあって、いつも支えてくださってる皆さんに恩返しの意味も込めて、いいライブができたらいいなと思います。頑張ります。では5分前になります。はい、よろしくお願いします。5分前です。あ、ライブの方冷たい。え、今から今から。ファイナル、ファイナル、ファイナルだ。おっしゃアジアツアーの集大成です。これからもキュウが大きくなっていくっていうところを証明しましょう。見せつけましょう。はい、行くぞ。アザーサイドオブホープ帰ってきました。ただいま東京。全力で来れてますか。最初から全力で来れてますか。暴れる東京。あって、なんかツアーって楽しいものだと思っていたんだけれども、結構想像以上に大変なこととか悲しいこととか辛いこともあって、でもなんかそんな中で一番私が感じたことっていうのが、なんかキュールは本当にみんなから愛されてるなっていう、地方の遠いところからちょっと少ないお小遣いを貯めて来てくれたりとか、お仕事を頑張って調整して来てくれたりとか、海外から来てくれたりとか、いろんな方がいると思うんですけど、なんかそういう風にしてキュールのためにいろいろしてくれてることが本当に幸せだなっていうのをこのツアー中にすごく感じました。ありがとうございます。本当にThank you.
みんな、まだここじゃ終われないよね。アンコールありがとう。私たちまだ歌ってもいいんだよね。もう一回始められるよね。みんなの声もっともっと聞かせてくれ。何？え、待って、殴り書き、待って、やばい、なになになに、怖い、なに、あ、やばい、ここに書かれているのは緊急発表、新レコードレーベル決定、Thank you.